エルンスト・エミール・ハインリヒ・ビーバー・シュタインは、ナチス・ドイツの親衛隊の将校、アインザッツ・グルッペンの指揮官の一人、最終階級は、親衛隊中佐、アインザッツ・グルッペン裁判でのビーバー・シュタイン・ヒル、ヒエンバッハ出身、はじめエルンスト・シマノフスキという名前だった、ミュールハイム・アンデア・ルールで、初等教育を受けた。 第一次世界大戦中の1917年から1919 19年にかけて入隊。1919年から1921年にかけてプロテスタント進学を学ぶ。1924年12月28日にプロテスタントの牧師となる。1926年に国家社会主義ドイツ労働者党に入党。1936年9月13日に 新英隊に入隊し、新英隊情報部に配属された。1940年3月から10月にかけて、西部先生に従軍した。1941年に、オッペルンのゲシタポ長官となる。同年ビーバー主体に名字を変更した。1942年6月に、アインザッツグループ NC のアインザッツコマンド6、隊長に任じられた。 1943年まで指揮を取り、その間、アインザッツコマンド6は、ビーバーシュタインの指揮のもと、2000人から3000人を殺害した。この中には、ユダヤ人が多数含まれていた。戦後、ニュルンベルク継続裁判の一つ、アインザッツグルッペン裁判にかけられ、死刑判決を受けた。しかし、1951年に、終身刑に減刑され、1958年には、 釈放された。その後、一時期に聖職者に復帰していた。1986年にノイミュンスターで死去。1978年の NBC の番組、ホロコーストでは、エドワード・ハードウィックがビーバーシュタインを演じた。ありがとうございます。